こんにちは。持続可能な社会に向けてです。やっていきましょう。まずは、持続可能な社会とはについてです。私たちが暮らす現在の社会には、防災安全や環境エネルギー、人権平和、伝統文化、情報技術に関わる様々な課題があります。こうした課題の解決には、持続可能性という視点が必要になってきます。この持続可能性とは、現在の世代の幸福と将来の世代の幸福とを両立させることを意味します。例えば、漁業や資源の採掘を行う場合に、現在の世代の利益や便利さを考えて、どんどんと魚とかを取っていくのではなくて、50年後、100年後の将来の世代のことを考えて、適切な漁獲量や採掘量を見直すといった、社会の持続可能性を高めるための努力が重要だということです。続いて、持続可能な社会の実現に向けてです。人類は現在に至るまで、様々な土地や自然環境、社会の状況に適応する新たな技術や仕組みを生み出すことで、課題を解決し、より良い暮らしを追求しながら社会を築いてきました。しかし、その一方で、こうした生活の向上は新たな課題も生み出しました。例えば、1955年から1973年まで続いた高度経済成長の時期に、公害や環境破壊、資源の枯渇といった課題が生まれたのは歴史でも勉強しましたね。近年でも2011年に発生した東日本大震災によって、持続可能な社会を実現するためには、防災やエネルギーなどの面で多くの解決すべき課題があることが明確になりました。それは原子力発電などの問題で顕在化しましたよね。この後に学ぶ現代の日本の特色であるグローバル化や情報化、少子高齢化も解決すべき新たな課題を生んでおります。私たちはこうした発展とともに出てきた課題と向き合いながら、より良い暮らしを実現していく必要があります。それでは、私たちが今後作っていく社会はどのようになっていくのか、そして、その社会に私たちはどのように向き合って、より良い生活を営んでいくのか、そんなことを授業で考えていきましょう。今回は以上になります。お疲れ様でした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。概要欄に私が作っているサイトのリンクがありますので、よかったら活用してみてください。モモモッと社会チャンネル。